芹沢さん、あんたついていく人を間違えたよ。大丈夫か？あの傘。ああ、とんでもないパワーをまとってるぜ。この傘の中にいれば俺は安心なんだ。あの傘を奪えば戦力を失うってか。この縛りは効かないよ。痛い。ごめん、大丈夫かい？あ、嘘か。今だ、エクボ。よし、来た。やべえ。一瞬傘を失っただけで今のアリシャマかよ。きっと不安でしょうがないんだよ。やっと現れた理解者なんだ、すがり。同じような超能力者が君にはわからない。わかるさ、そんなの仲間じゃない。僕には仲間がいるからね。だからわかる、そんなの仲間じゃない。何回も言うな。やべえぞ、修行。すげえエネルギーだ。この先へは行かせない。社長の命令だ。社長は俺を信頼しているんだ。いや、そんなの信頼関係じゃない。あんたは都合よく利用されてるんだ。違う。社長は俺の存在価値を見出してくれたんだ。でもあんたの人間味は見てない。人間味？怪我させたくないって言ってたじゃないか。僕と同じだ。本当は気づいてるはずだ、自分が間違ってること。うるさい。だったら僕があなたの友達になる。え、撃っちゃった。しげお、本気で。なに、俺のエネルギーを吸収しているのか。感情が伝わってくる。なんて悲しいエネルギーだ。自分の力に変換したのか。いや、返すよ、芹沢さん。なんだこれは。そうか、彼も俺と同じ。お前たちのせいで出してくれたのは社長だ。感謝はしてる。でもどうして人を傷つける必要があるんだろう。深く悩むことが怖くて逃げていたけど、裏で誰かが泣いてまで得られる充実なんて最初から求めていなかった。気づかせてくれてありがとう。